昭和50年台風第6号は1975年8月に西日本に上陸した台風である。進路図1975年8月9日に南シナ海で熱帯低気圧が発生。しばらくは中国、河南付近で複雑な動きをし、その後東進。台湾を通過した後に、今度は南西諸島付近で複雑な進路を示した。 その後、熱帯低気圧は沖縄付近において台風6号となった。台風は次第に勢力を強めながら北東方向に進み、23日午前1時過ぎに徳島県阿南市の鴨田岬付近に上陸。兵庫県淡路島を経て神戸市付近に再上陸し、近畿地方を縦断後に一度日本海へ抜けるが、東北地方に再上陸してそのまま北東に、 進んでいった。そして24日9時、北海道へドロフ島の南で温帯低気圧へと変わった。この台風はいわゆる雨台風であり、各地に大雨による被害をもたらした。台風が付近を通過した徳島県の県山を中心に800ミリメートルを超す大雨となり、特に一部村では大きな被害が出たことから災害救助法の適用を受けて、 激甚災害地に指定された。その他徳島県内では山腹崩壊などが発生し死傷者が多数出た。またこの台風は北海道にも洪水等による大きな被害を出した。台風が北海道付近を通過した8月23日、サハリンの北部付近へ進んだ低気圧から南へ伸びる寒冷前線が沿海州から北海道へと 近づき北海道付近で停滞していた。このため北海道の南岸を台風が、停滞前線と一体化しながら、通り、東北、東欧で22日から24日にかけて、大雨となったほか、道南や道東の沿岸では23日夜から24日朝に、かけ、北寄りの風が強く吹いて暴風が吹き荒れた。22日から24日にかけての3日間降水量は、 札幌市で 175mm、岩見沢市で 199mm、旭川市で 193mm に達するなど、広い範囲で 200mm 前後となった。また23日から24日にかけ、函館市で秒速 24.7m、広尾町で秒速 29.8m の最大瞬間風速を記録した。内各地で大雨による河川の氾濫が、 相次ぎ、十勝川や石狩川などで、一水氾濫が発生している。この台風の影響により、死者33人、負傷者51人の人的被害が確認されたほか、重火損壊711棟、浸水48,832棟、被害総額340億円などとなっている。ありがとうございます。